花嫁衣装ってやっぱり憧れちゃいますよね。ではでは前回の続き、収集クエストをやっていきましょう。で、公式さんより不具合情報が出ていますね。このメモリアルフラワーってやつですね。配信的には面白い。これですね、持ってってみましょう。まあ、不具合が出ているみたいですね。やってみましょう。では行きますよ。参りましょう。相手にとって不足はありません。どういう不具合が出てるの？煩わしい。よいしょ。メモリアルフラワーですね。専用武器のスキルですね。これレベル100まで解放されています。今日の思い出にこちらを差し上げますね。あ、本当だ。硬直しちゃう。このまま固まっちゃうんですね。なるほど。進行不能ですね。こういう不具合があるので注意してみてくださいね。センシンティブな関係もあるので、この感じでやってみましょう。いきます。今日お嫁に行きます。お、新しいボイスだ。なんちゃって。皆さん気をつけてください。みんな結構いい感じに体力が乗ってますよ。みんな頑張れ。これを使えばいいのよ。星4でもこんな感じで枯れます。強めですね、結構ね。見くびらないでね。よし。ではクレアちゃん一回使ってみます。どんな感じでしょうか。やってみたかったんですよ、これ。私がモデルなんて本当にいいのかな。かわいい。問題ない。クレアは可愛いから集客力もバッチリ。照れちゃうな。次はブーケトスを撮影する。よーし、へい。お疲れ様。これはお礼、ライネに焼いてもらった。わー、ありがとう。我慢も付与されますよ。ではラストにはるかちゃん使ってみましょう。長引きそうかな。この衣装もいいですね。ではやってみましょう。どんな感じでしょうか。これ全体攻撃ですね。ゆうちゃんを守るんだから。キャー、ゆうちゃんかわいい。誓いのキスしよう。このゆうちゃんもいいですね。私たちの邪魔しないで。はい、ゆうちゃん、愛の勝利。一応アプリ内ではダメなんですね。よし、てな感じです。多彩なスキルになってますよ。続いての超強敵は明日ですね。17時から開放です。それまでにチケットを集めておきましょう。